ったの今の。助けて。やだ、喧嘩？警察。もしもし。もしもし、クミ？お前、え？今、見てただろう。ビビった？もうやめてよ。なんかさ、同じの見てるような気がしたんだよね。あ、私も。じゃあさ、一緒に見る？あ、いいね。藤川町でございます。太田川歯科医院へお越しの方はこちらをご利用ください。
車します。ご注意ください。本日は路線バスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。走行中、車内での座席の移動などは大変危険ですのでご遠慮ください。なお、車内での携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑となりますのでご遠慮いただきますようお願い申し上げます。だったの今の。わかんない。でも明日バス乗るのやだな。クミ電車通学じゃん。そういう泉さんはバスでしたっけ。気をつけなよ。あ、泉ごめん、彼氏から。ああ、切るわ。うん。ゴースケ、ちょっと。はい。これ佐久間先生に資料を買ってこいってさ。あ、じゃあついでに今月の原稿ももらってきますよ。もう仕上がってると思うんで。じゃああれ忘れんなよ。はい、いつものシュークリームですよね。うん、先生あれがあるのとないのとじゃ全然対応違うからな。おい、ゴースケ聞いてんのか。はい。ぼーっとしてんじゃねえぞ。外国為替、
為替、金融機、外国為替、あった、よし。はい先生、あと15分ぐらいで伺えると思いますので。はい、あ、もちろんシュークリームも持ってきています。はい、あ、では後ほど。はい、失礼します。やっぱりおります。いらっしゃいませ。空いてるお席の方へどうぞ。
くしようよ。うるさいな。朝やろうよ。死んじゃったの？だと思ってんのよ。
ただいま。なんかさ、気味悪い。気のせいじゃないの。でもやっぱり動いてるような気がする。あんたさ、疲れてんのよ。そうかな。それよりさ、明日何時にする？ああ、携帯変えたいから、夕方でもいい？あれ？この前変えたばっかじゃん。うん、いや最近痛メール多くて、なんかね。何やってんだ私。ほんとムカつく。過ぎたかな。助けて。何言ってんの。すぐそこまで来てんの。お願い。何なの、落ち着いて。わけわかんない。でも本当にそこまで来てんの。メールのやつ。
多分そう。じゃあ110番しなよ。私もすぐそっちに行くから。わかった？わかった。どうして？泉、何やってんの？ん？なんかさ、さっきからトントンって音が聞こえるんだけど。別に、なんでもない。ええ、今先方と飲んだ帰りですよ。そうなんですよ。それでね、無事契約取れました。ええ、じゃあ明日。はい、じゃあお疲れ様でした。何を助けてほしいのかな？援助交際かな？じゃあこの田所さんが助けてあげちゃおうかな。ちょっと待っててよ。マジっすか？メガネ素敵だね。
うちの学校の裏手に壊れかけのトンネルあんじゃん。ああ。夜一人でそこに行くと全身黒ずくめのカラス女が出るんだって。何よカラス女って。顔がカラスなのよ。ウケる。全然怖くない。本当だって。優子の友達が見たって。あ、じゃあさ、これ知ってる？ん、何？余命診断。余命診断。午前3時33分33秒その瞬間にテレビの砂嵐を携帯で撮んの。で、出てきた数字がその人の余命なんだって。マジで？砂嵐の中に余命診断サイトに飛ぶコードを紛れ込ませてるらしいよ。誰が？どっかの霊能者。即座。あ、もうすぐ33秒になる。じゃあ私やってみる。嘘。出た数字。嘘、マジ？すごくない？で、なんて出てんの？ 60S って書いてんだけど。じゃあ泉、あと60年生きられるってことだ。まあ、ってことは77歳。なんか微妙。ああ、私もやればよかった。クミ、なんか減ってんだけど。何が？さっきの数字減ってる？今52 51 50。それってさ、もしかして60年じゃなくて60秒のことだったりして。え？ S って秒ってっていう意味もあるでしょ。ほら、あの英語で何だったっけ。セコ、いや、セカンド。泉、どうした？ねえ、泉。泉。